鈴月は海上自衛隊の護衛艦。秋月型護衛艦の三番艦。艦名は爽やかに澄み切った秋の月に由来する。この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍の秋月型駆逐艦三番艦駆逐艦、両月に続いて二代目である。鈴月は中期防衛力整備計画に基づき、 平成21年度計画5000トン型護衛艦2246号艦として、三菱重工業長崎造船所で2011年5月18日、寄港され、2012年10月17日に、浸水、2014年3月12日に収益し、第4護衛隊軍第8護衛隊に編入され、佐世保に配備された。2016年7月10日、 第25次派遣海賊対処行動水上部隊として、護衛艦、稲妻と共に、ソマリア沖、アデンワニへ向けて、佐世保基地から出港し、翌年1月12日に帰国した。2017年10月13日から11月25日までの間、ハワイ周辺海域に派遣され、米国派遣訓練に参加した。 2018年8月26日から10月30日まで、護衛艦以下が稲妻と共に、インド太平洋方面派遣訓練に参加し、インド、インドネシア共和国、シンガポール共和国、スリランカ民主社会主義共和国、フィリピン共和国を訪問。9月13日には、南シナ海で潜水艦、黒潮と合流し、対戦線の訓練を実施した。 2019年4月21日、中国人民解放軍海軍創設70周年を記念し、山東省鎮島付近で4月23日に開かれる国際観艦,艦式参加するため鎮島に入港した。海事官邸の訪中は2011年12月以来、約7年半ぶり。2020年8月15日から17日までの間、東、シナ海において、 米海軍駆逐艦、マスキンと日米共同訓練を実施した。2021年8月25日、東、シナ海において、海上保安庁と不審船対象に係る共同訓練を実施した。海上保安庁からは巡視船、敷島、巡視艇、受け売り、回転翼機機動救難士が参加し、各種共同対処訓練を行った。米海軍駆逐艦、 マスティンと共同訓練を実施中の鈴月、ありがとうございます。